どうも皆様、おはこんこん、みつきクワスターです。スプラトゥーン2縄張りバトルやっていきましょう。さあ、今回のコーデはこちらです。はい、まあ簡単に言うと仕事終わりっていうか、サラリーマンっていうか、そんな格好です。まあ黒縁レトロ、タイシャツ、ロッキンブラック、武器は試合をお楽しみに。というわけでいきましょう。はい、というわけでアロアナモールですね、行きましょう。今回使う武器はハイドラントです。全然慣れない武器なんですけど、なんかね使いたくなったんですよ。とりあえずナイス打っておいて、あざす。よいしょ、ちょっと待ってよ。こうやってちょっともうちょっと前出るか、さすがに。ハイドラントちょっと使い方がね分かんないですけど、 あんまり前に行き過ぎないように戦えばなんとかなるんじゃないかなと思います。ほいほいほい、ミサイル飛んできた。嘘、当たんの、マジで。嘘、当たんのそれ。あ、そう、当たんだねあれ。ほらー、よいしょ、ピッ、それー、ピッ、ふん、あっしゃい、撃破。おう、カーリングボーンか。ワッツ、こっちの方進んでいいのか。うわ、めっちゃ向こうから塗られとるやん。待て、めっちゃこっちこらえてんじゃん。気づいてよかった、マップ見てよかった。ほらー、いるけど、まあいいか。あ、もう向こう前に降りてきてくれたの多分誰か気づくでしょう。あるいは戻ったかな、じじい。ほらーい、うわ、うさん、何それ、ゴールドか。待ってよ、いっそのことを仲間たちの向こう行ってこっちを塗ればいいか。ほらほら、よし。逆にこっち側を塗ったけどどうだろう、勝ったかな。でも自陣塗りがちょっと甘いっすね。うーん、負けた。ちょうど 50% で負けた。なんとも言えないですね。やっぱハイドラント使いづれー。はい、2戦目もアロワナモールですね。オッケー、よし、とりあえず、まあ、今軽くハイドラントの戦い方について調べたんですけど、あんまり祈るの良くないっていう武器だそうですね。チャージ遅くて長射程ではあるんですが、前線を押し上げていく戦い方をするといいよって書いてました。書いてました。よし、いいよいいよ。結構まばらなんですね、塗りって。ちょっと待ってよ、これで、はい、おー、
怖いね。ふっ、よし、うそ、うわっ、着地で返してくれ。その距離だったら着地じゃなくても普通にゴールドで打って倒せたでしょ。なんだろうな、着地食らったから着地で返してやろう的なやつなのか。よいしょ、ほい、どこにいる、どこにいる、どこにいる、いた、いい、いい、ちょちょちょ、ねえねえ、どこいた今。ナイスナイス、強いなあの人。よし、ちょっと待って、ほら、よし、集中しちゃう、慣れない武器は集中しちゃう。でも割と前線押し上げてるような戦い方できてるんじゃないかと思いますけど。ヘイ、おー、ナイス、我にナイス、我にナイス。やったね今の、いいんじゃないの。おーおー、落ちる落ちる、いけい、よし、激やボボボボ、もっとうまく使っていかないとですね。よし、いいよ、ほい、うわっ。最後に撃破されたよ。よし、よし、勝ちました。今回はうまく戦えたんじゃないですかね。そっか、前線押し上げる立ち回りがいいんすね。よし、オッケーオッケー、まああんま濡れてないですけど、チームの勝利に貢献できればオッケー。というわけで次に行きます。よいしょ、はい、3戦目はバッテラストリート、よし行きましょう。見た目的にはね、すごくいい武器なんですけど、ハイドランプなかなかね、なんかどうやら超上級者武器らしいですからね、うまくちょっと使いこなしていきたいなと思います。オッケー、ナイス、やばいやばいやばい、いやー倒したけどオッケー。ちょっと右側塗るか、マジでもうピンチ。あー結構前線押し上げられてるね、ほらー、いいよいいよ、連打で倒しに、へい、バラまく、こうやってバラまきましょう。バラまくはいいけど全体的にちょっとあれだな、まずいね。どうしよう、オッケー、危ねえ、とっさに着地に切り替えてよかった。いやー、カス当たり、
しょ。本当遅いな、チャージが。よし、またこうやってちょっと寝るか。当たんね、よいしょ、いけ、やべ、落ちたよ。あー、そうだよね、向こうの方が先に使ったんだよな。無理だと思ったもん、今の相手に合わせて使ったわけではないんですけど、気づいたらこっちが後出しになっちゃったんです。ほらー、ほらー、まあ終始劣勢でしたね。まあハイドラントですし、こんなもんか。真ん中完全に捉えてますもんね。うん、まあ向こうあれか、モミジの人が線塗ってたもんな。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回もお楽しみに。バイバイ。